教員を目指したきっかけは勉強ができないっていうのがもともとあったので、日々のことがすごいやっぱ自分心に残っててなりたいものがすごく多すぎて、こんなにやりがいのあって魅力的な仕事はないなということを伝えたいです。ちょっと今のはダメです。なんて言ってましたっけ。